九州の日報本店、宮崎駅。宮崎県の中心駅であり、最近では JR 九州が駅前に商業施設、アメプラザ宮崎を開業させた。そんな宮崎駅を発着する特急列車は、観光列車を除いて、主に2系統である。南へは、宮崎と鹿児島中央を結ぶ、特急霧島。画像間違えたけどこのまま行こう。宮崎から北へは、大分方面に向かう、特急日輪。大分から先、博多まで直通する、特急、日輪シーガや、延岡止まりの特急日向である。これらの特急の現在の使用車両は、すべて787系の4両編成または、6両編成であり、4両編成の列車に至っては、ワンマン運転である。2021年3月までは、783系ハイパーサルーンがちょこっと運用に入っていたが、日報本線から追い出されてしまった。また、九州新幹線全線開業前は、九州各地で活躍した485系の溜まり場となっており、宮崎地区は、JR 九州の特急の左遷の地というかわいそうな場所となっている。それはさておき、九州の特急列車を語る上で外せないのが、高速バスとの競合である。JR 発足以後、九州各地で相次いで高速道路が開業、延伸したことにより、所要時間で鉄道とあまり変わらなくなった高速バスは、低価格や圧倒的な運行本数を武器に、九州各地を走り回り、JR 九州を苦しめている。宮崎発着の特急霧島や日輪なども例外ではなく、宮崎、鹿児島間の浜融合、宮崎、大分間のパシフィックライナー、宮崎、延岡間の日向号というように、特急の運行区間に並行して高速バスが設定されている。しかし、2021年3月31日をもってこれらの3つの高速バスは、すべて廃止または運行休止となったのである。これにより、宮崎を発着する高速バスは、日報本線では太刀打ちできない、宮崎、福岡間、宮崎、熊本間などとなった。このことから、特急霧島や日輪などは、高速バスに打ち勝ったと言えるのだろうか？答えは半分正解で、半分違うといったところである。確かに、これらの高速バスは、設定以来大きく便数を増やしたわけでないし、特に、延岡行きの日向号に至っては、運行開始から4年後には、当初の半分未満にまで減便された。さらに、宮崎駅発着の特急霧島や日輪などにおいては、近年では、本数などに目立った変更がないことから、高速バスが JR 九州の特急などから客を奪えたとは言いづらい。この影響からか、宮崎交通によれば、これらの高速バス路線は恒常的に赤字だったそうである。しかし、これらを廃止もしくは運行休止へ追いやった、すなわちとどめを刺したのは、新型コロナウイルスの影響で、利用客が減少したためである。この影響は、JR 九州も例外ではなく、2021年3月のダイヤ見直しで、特急霧島を2往復削減。特急日輪に至っては、一部を日向に変更する形で4往復削減した。これにより、延岡、大分間では、今まで1時間に1本程度、特急が運転されていたのが、約2時間おきに変更されるという大幅な減便となった。高速バスというライバルがいなくなって、都市間輸送を独占したかのように見える宮崎発着の特急列車。しかし、新型コロナウイルスの収束が見えないことや、沿線地域の人口減少などによって、そもそも利用する人自体が減少しており、列車の将来も決して明るいものではない。そんな特急霧島、日輪、日向であるが、ぜひ乗ってみてはいかがだろうか？ちなみに、787系4両編成によるワンマン列車では、JR 九州の他の特急列車で、2021年3月より聞けなくなってしまった、簡略改善の車内自動放送を聞くことができるので、変更前の自動放送を懐かしみたい方は、特に乗ってほしい。自由席は、
2号車、3号車、4号車です。3号車の一部は指定席です。列車内はデッキも含め、すべて禁煙です。おタバコはご遠慮ください。